密造院は、愛知県刈谷市人里山町にある臨済州、永元寺派の寺院である。三号は、天目山。本尊は、工房大師、弥勒菩薩。三河三具法の一つであり、地流四志具法町の返上院、刈谷市一月町の西福寺に次ぐ、第三番札所である。三河新四国令城の、第三番札所でもある。弘法大師は、公認十三年。 富士権限三景の基都で、重原層を訪れたとする伝承が残っている。当初は、新言州であり、現在の壁海軍、伊豆田村に所在していた。聖徳四年に、金銀禅寺が臨在州に改め、愛知軍高野村の永元寺の末寺とした。安永三年には来下にあって、文書記録がことごとく消失している。やがて、千田軍大、高村の長寿寺二世が、 現在地に移し、大指堂と共に寺を再建した。三河三愚法の第三番札所であり、工房大師の命日には多くの参詣者でにぎわう。第一番札所の返上院、第二番札所の再復寺を経た参詣者は、藍妻川や旧東海道を越えて、密造院にやってくる。密造院は、三河新四国霊城の第三番札所でもあり、 三河新四国令状の第二番札書は、西福寺で、三河三愚法と同じであるが、第一番札書は、総持寺,寺で、三河三愚法と異なる。ありがとうございます。